英国防省は10月31日に発表した戦況分析で、新たに動員されたロシア兵に支給されている銃が、1959年に初めて導入された AKM と呼ばれるライフル銃の可能性があると述べた。多くは保存状態が悪く、ほとんど使用不可能な状態と見られるという。英国防省によると、動員兵が AKM を使っているとみられるのに対し、ロシアの正規軍は大半が AK-74M などの銃を使用。これらの銃で使われる弾丸は互いに異なり、ロシア側は戦線に2種類の弾薬を届ける必要が生じるという。英国防省は、すでに疲労状態にあるロシアの物流網が、さらに複雑な対応を迫られそうだ、と記している。また英国防省は、ロシアが10月中旬以降、新たに動員した兵士数千人をウクライナの戦線に投入したと分析。ただ、彼らの多くは装備が不十分だという。